はい、こんにちは。事業専門の税理士河南です。本日の動画もよろしくお願いします。本日の動画は、企業副業フリーランスの方は必見です。企業前にやってはいけない行動 NG 3選について紹介したいと思います。それでは、行きましょう。はい、企業前やってはいけない NG 行動3選です。1、不安で行動しない。2、会社員に相談をする。3、脱サラするです。 最後にその他注意点の方を紹介していきたいと思います。1、行動をしない。不安で実際に動かない。これが一番やってはいけないことです。 気持ちはよくわかります。やはり起業する、独立するって不安ですし、怖い。当たり前ですよね。やったことないことを初めてすることをやるのって人間ってすごく不安ですし、防衛反応がね、働くんですよね。すごく気持ちはよくわかるのですが、不安で実際に動かないというのは、起業やフリーランス、副業できるわけがないので、とにかく動く準備をしていくしかありません。そこでおすすめなのが、何が不安なのかをピックアップすることです。お金に対して不安なのか、まあ集客とかビジネス の仕方が不安なのか一緒に働いてくれるスタッフまあ、もしくはね、あのスタートアップのね人が足らないのか何が一体不安なのかをまずピックアップしていってみてくださいそしてそれらをクリアするためには一体どうすればいいのかこれを考えていきましょう結局企業やフリーランス独立するというのはノーリスクなわけないですよね絶対にリスクはありますでもこのビジネスやってみたいな副業したいなと思うのであればそのやりたい気持ちとその不安な 不安な気持ちよりもやりたいやってみたい行動していこうっていう気持ちが勝った時に実際皆さん起業まあ一歩が踏み出せるようです2つ目これは会社員に相談するです もしご自分が会社員でね、フリーランスしようとか、起業しよう、ビジネスしようと思っている方は、同僚や同じ会社員に相談はしないでください。絶対反対されます。なぜなら、その同じ会社員で不安なわけですよ。やったことないことに対して、じゃあ、簡単にね、気軽にね、いいんじゃない、やれよってなかなか言える人少ないんですよね。自分もわからない未知のことに対して不安なのに、起業したいんだけどどうかなって、同じ会社員同士で相談されても、反対されるケースの方が圧倒的に多いようです。でその ポイントは起業しているる人に相談することですこれは一番ベストなのは自分と近いビジネスの状態をされている方、環境が近い方に相談するのが一番ベストです。この起業している人なんですけど、自分より少し先の先輩に相談するのがとてもいいです。ですから、起業して独立もしくはフリーランスしていて、半年から1年ほどの方に聞くと、とてもためになる話の内容が聞けると思います。ここもね、自分に相談する相手は近い人がいいので、例えば自分が会社に 会社員しながら副業をするっていう場合は会社員しながら副業してる人に聞いた方がいいですしもう一本でねビジネスとして行こうって思ってる方はポンと,と辞めて独立開業したっていう人に相談する方が絶対にいい話が聞けますそして体験談から事前の課題をクリアをしていってくださいこれ皆さんね私も仕事柄たくさんの企業のスタートアップ見たりとかこう自営業のねビジネスの始まりお店のオープンの前後をよく見るんですけどもやはり皆さんつまずくポイント悩むポイントって結局似たり 寄ったりというか一緒なんですよねなのでこの体験談を聞くというのはすごく大事です。自分と近いビジネスの人から一体何に困って何を失敗したのかこうしておけばよかったなっていう話をきちんと聞いて事前に課題をクリアしていきましょう。そうするとだいぶ精神的負担が軽減されます。でも気をつけないといけないのは体験談を聞いたから言ってじゃあ自分は失敗しないのかっていうとそれはまた、えー、別の問題です。企業は失失敗敗がつきものですもう皆さん様々な失敗をし トライアンドエライエーををししててビジネスを継続しているんですで、ね、もう一つポイントなんですけどこの体験談を聞く時にもちろんねマイナスのポイント困ったこととか悩みとかねこうしとけばよかったっていうポイント聞くのもいいんですけどやはりビジネスをしたもしくは独立したフリーランスをしたっていうことでよかったことを聞いておくと,と勇気が出る、まあ、話聞いてねあやっぱ自分もやろうかなっていうふうに思えると思いますですから独立してよかったこと、まあ、やりがいがあるとかこういうことがよかったよっていうのを聞いておくと自分もこうやろうかなっていう勇気が出る じゃないでしょうかですので必ずメリット良かったポイントは必ず相談の時に聞くようにしてくださいそして3つ目のポイント NG は脱サラをすすることです今時脱サラしてラーメン屋を始めるこれはバブルの頃ならいけますが今時こういうやり方はなかなか流行らないと思いますもちろんね一年発起してもうやむ会社辞めてやるっていうのでもちろんビジネスを立ち上げるそれはそれでいいんですけどダメではないんですいい悪いじゃないんですけどそれよりももっと小さく 始めるスタートアップ、まあ、リスクをなるべく下げて起業する方法がありますよっていうお話です。私が、ね、知っている中でも、ね、週末だけカフェをしているお店とか会社に働きながら自分の好きなこと趣味の延長上だったと思っていたことがあビジネスにつながるかもっていう風にやり始めて会社員を抜けて。 本本業一本に絞ったったていう方をたくさん見てきてきいますうまくね行く前はね会社員をしながら、えー、ビジネスの方をしていけばいいと思いますしもう本当に忙しくて時間が手がいっぱいになってきたとかもうこれ以上はできないよって言ったら脱サラすればいいですしもしくは正社員で働いてる働き方を契約社員とかパートに変えてもらうという方も実際にいます。ですから自分の本業と副業のバランスをだんだんとこうどっちを優先するかってこう調整していくって感じですね。会社員の方はだんだん だだんだんとと少ななくしていってやっていいいいっっやけるるよううら自分ののビジネス一方にすすも全然ありかと思いますでも最初はリスクが少なく小さくスタートする方がいいかなというふうに個人的に思っていますそしてもう一つおすすめポイントがあるんですけどもこの会社員をしながらビジネスをするとすごく相乗効果がありますこの自分のビジネスで得た経験ですねこれがものすごく使えるケースが多々あるかと思います例えばね決断をしていかないといけない自分で全てを決めていかないふうってなると 会社員のののの方方方ででででももやりととといううう今までのものとちょっと、ね、違う方向で見るるようになるんですね。私も、えー、実際に税理士事務所とかでアルバイトとか働いていた時と自分が実際に起業してみてビジネスをするようになって視野がガラッと変わりました要は見る視野がこう180とか真逆のとこにあるんですよね経営者としての目と働くまあ自分がもしここの中のね会社として働くとしたらどうなんだろうって2つの視野を持てますので必ずこれは本業にも副業にもお互い 相乗効果が必ずありますそしてこの相乗効果は本当にいいので例えばビジネスすることで視野が広がったり知識や経験を積むことで会社員の方でね、まあ、例えば昇格したりとか営業のね成績が出たりとか結果が出るということが多々ありますので脱サラしないで小さくリスクが少なくスタートするっていうのは全然ありかと思います。はいいいそししてて注意点まあ、まとめでですね、ま、ず行動動ををくだだださいセミナー受けるだけける本を読むだけで動かない方がほとんど まず動く行動する、ね、何が一旦不安なのか一つずつ潰していってください情報を得るこれも非常に大事です本を読んだり話を聞いたりあとはね今有料級の動画や YouTube と落ちてる時代です情報を得ましょうそして先ほどね3つ目の、ね、NG で脱サラはしないって言いましたけど集中ししたいいななら脱サラするしかないでするかで要はリスクが少ない分会社員をしながらビジネスをすると時間の制限がかかります自分の のビジネスをする準備の時間が夜しか取れないとかまあ、あとは早く起きて早朝しか取れないというようなことになりますこれ多分一番皆さん最初きついところかと思うんですけど土日に例えばゆっくりしたいとか土日はゆっくり仕事のことを忘れて休みたいまあ、YouTube、Netflix をダラダラ見たいもうそんな時間はなくなると思ってくださいその時間を自分のビジネスをスタートする準備の時間もしくはビジネスをしていく時間に当てなければいつまでたっても自分がしようと思っている企業ビジネスがうまくいきます なので集中したいならもう会社を一気に辞めて時間をガッと確保する方法がありますけどその代わりリスクは高いです会社員をしながらこのするというメリットは生活の基盤があるのでやっぱ精神的に安定するんですね明日明後ってのねなんかね食べるお金がないっていう風なわけになることはならないのでこの生活の基盤が安定している、まあ、最低限生活できる金額がね会社員とか、まあ、正社員アルバイトでもいいのできちんと入ってくるっていうのは本当に重要な精神安定剤となります。でですのでリスクが低い は時間の制限があるんだだいい。うに覚悟をしてくださいそれでは今回ね、企業、副業、フリーランスしてはいけない行動 NG 賛成をお送りしました。動画最後の方まで見ていただいてありがとうございますえ。私はオンラインサロンを運営しています。税理士川南の会議室ということで、税理士をオンライン上で味方につけよう。月学生の完全会員制です。会員の方しかえ中身を見ることはできません。このメリットは個別相談や質問ができるってことですね。私料金表だと普段相談1時間で1万円 前の相談料がかかるんですけどこの月学生になると、まあ、いつでもね気軽に聞きたい時に質問や相談ができますそしてもう一つのメリット税理士の裏側を公開します私が普段どうやってビジネスをしているのか TikTok や YouTube の裏側を公開しているのはオンラインサロンだけですここのね YouTube の動画やえ TikTok はただこう淡々と動画を撮って説明するっていうものがほぼほぼ多くてもプライベートを投げることもないですし普段どういうことを考えてビジネスしてるのかなとか税理士がどうしてクラファンしたり TikTok したをしたり youtube したりしてるのっていうの裏側はすべてオンラインサロンのみに投げておりますので興味のある方はオンラインサロンの概要を概要欄で貼っておきますのでぜひぜひクリックしてみてくださいはい動画最後まで見ていただいてありがとうございますチャンネル登録もよろしくお願いしますいいねやコメント感想いただけると励みになりますのでぜひぜひよろしくお願いしますでは税理士河南でしたまたの動画でお会いしましょうそれではまた